4月5日、日曜日ですよ。気分爽快、フリーザ様の今日も PON。 皆さん、久々にお会いできましたね。フリーザでございます。出番が全くなかったので MC を外されたと心配していましたよ。このフリーザ様が DBA 人である山本さんのフリーザ様の動画を見ていました。それで私がコメントをしたところ返信が来たのです。私は芸人のフリーザ様とピッコロさん2人主演の体作りに関する動画を見てコメントをしました。私はフリーザ様もピッコロさんのようにハートマークをつけるようになったのですねとコメントしたら、そんなんじゃないです、今できることですと返信してくださいました。まさかの返信が来て驚きましたね。嬉しいですよ。驚きと慌てていたので知らない間に余分なキーを押してしまいましたね。フリーザ様だけに復活の F ですよ。ピッコロさんについてフリーザ様からコメントをいただけるとは思ってもいませんでしたよ。今のご時世、外出を控えるために自宅にいる時間が多くなったのですね。パソコンに向かう時間が多くなったということでしょう。これからもフリーザ様を一番に応援したいですね。なんです、一番に応援はいけませんか。これからもピッコロさんを一番に応援するぞ。では今日はここまでだ。私はフリーザですよ。フリーザだから本物のフリーザ様を応援はいけないですか。ピッコロさんはピッコロさんを応援、そして私はフリーザを応援、そのキャラクターであれば応援をするでしょう。何か不満がありますか。ではまたお目にかかるまで。ここでお詫びと訂正です。ピッコロさんこそ渡辺一長さんの名前を間違えて表示ミスがありました。変ではなく部が正しいです。ご本人様をはじめ視聴者の方々にご迷惑をおかけいたしました。この場を借りて謝罪します。